はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスーパーマリオオデッセイ実況プレイやっていこうと思います。今回はいよいよ行きます。こちら月の国の裏ね、クリアしてからね、まあいろんな国巡らせてもらったんですけど、まあ本ちゃんのこちらですね、クリア後に行ける新しいステージ月の国の裏、早速行ってみようと思います。ゴー。そう、ラビットクレーター。ウサギの人参にかけているってことか、これは。ちょっとマップ。もう、少ないね。いきますか。やっぱなんか野菜料理の国っぽいって言ったけど、え？ウサギがいっぱい。この子たちは別に触っても何かあるわけではないんだ。なるほどね。え、なんだろう、何もないね。いや、あるんだけど何もないね。その、なんだろう、他の国でいうパワームーンがありそうな要素が。よいしょ。へぇー。決着？決着？待って、ウサギ、もしかしてさ、そういえばいたじゃん、ウサギのキャラ。そっか、そういうことなの、もしかして。え、ちょっと鳥から立ってきた。なるほど、わかりました。それならば決着をつけに行きましょう。え、一回だよね、ラビット。そうじゃん、ブルータルズ。声忘れちゃったどんな声だっけ。ギーギー結婚式が邪魔されちまったが、ブルータルズの秘密はかかってこいよ。いいね、もうブルータルズ好きだよなるほどね、そっか、ウサギだもんな。よしよしよし、行きましょう。お前らみたいなキャラ好きなんだよな、本当に。さあ、これを打ち返せるんだっけ。オッケー、また危ない危ない。よいしょ。さあ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 、まずはね、数を消していきましょう。ほう、ほい、よいしょ、ほい、あっちか。こっからだね、難しいの。クッパ城でもこいつちょっと苦戦したからな。いける、よいしょ。ジャンプがこれボス戦でもふわふわするのか、やりにくいね。多いね、危ない。消しきれるかこれ、怖いな。でもこれ滞空時間長いからさ、これ利用すればさ、結構、うん、長っ。こんな長かったっけ、やっぱり。よいしょ。さあさあさあ、これヒットアンドアウェイでいきたいね。待て待て、やべ、うん、そっか、縦に振ってくるのか、ジャンプじゃ受けられないな。そして、おいおいおい、これは受けられる。ただ数も結構減ってきてる。よいしょ、いけるいけるいける。待て、よし、ふい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 、いけるいけるいける、オッケー、いい、よし。あ、パワームーンはもう出ないんだね、ここでは。なるほど。ってことは、あと3人プラス、あれかな。なるほど、燃えてきましたね。行きましょう。ほっ、いた、とぶつかるんかい。さあ、2階は誰が来るかな。女の子かな。ん？あ、女の子ね。うん、ここは私たちの国、素敵なところでしょ？でも、あんたたちを呼んだつもりはないから。そうか、ここ、こいつらの国なんだ。こいつどうやんだっけ？なんかボム打ち返すんだっけ？これを、あ、なんかそうだね。
あ、ダメか。あ、待って、え、待って、残んの。え、しかもさ、体力回復できてない。しんどくないっすか。ほっ、これでいける。待って、やりにくいな。よいしょ。やっぱこのふわふわするのがすごいやりづらい。で、これもボム確か打ち返すのになかったっけ。よいしょ、オッケー。からのよね、からのよね。ダメだな。でも残しておくとマグマになっちゃうから、これいけるのでは。オッケー、よいしょ、ほい、いけるいけるいける。体力1ね。どっち来る、間に合うか。真上だっけか、これ。間に合い、あぶねえ、いける。あ、待て待て、ダメか。うーわ、めちゃくちゃマグマ出ちゃったよ。これいける。逆ダメだ。よいしょ、ダメか。角度が欲しい、角度が。で、でかいやつか、避けて。あ、全然違うとこやん。ダメか、これいけるでしょ。ほっ、オッケー。で、逃げさん。待って。違う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 。よいしょ、キャッピーを投げたいんです。オッケーイ。ふぅ。いや、体力少ないから怖いね、これ。負けちゃうの。回復ポイントないかな。1個でもいいから回復したいな。なんか無理くり戻れば回復できそうだけど。いやー、体力回復なしでいくのか。これ負けたらどうなるんだろう。あ、飛ばしちゃった。あー、こいつか、なんだっけ、毒消したっけ。毒消して、あ、でもこれならいけるんじゃないの。よいしょ。いや、でもそう言ってるとやばいからな。こいつなんだっけ。あー、そういうパターンか。やべえ、毒もな、もうちょっと触れただけでダメージだからな。あー、角度変えられるだけか。こで、真ん中くんのか。こいつはこの時点で当たらないかな。当たってる。当たってはいるが。よいしょ。うわ、食われた。待って、危な。よいしょ。いや、今のほんと危ない。どっちから来る？結構狙ってくんな。さあさあ、消せるとこは消しといて。よいしょ。ほい。これだいぶお世話になるな。よいしょ。で、真ん中来ますと、これさ、先手必勝。はい、オッケー。いや、ごめんね、君の喋るシーン飛ばしちゃって。さあ、ひとまずのラスト、ひとまずのね、残り1人。おおおおお、シュシュシュ、僕らの仕事はきっちりだったんさ。でも君らが邪魔したせいで信用はガタ落ち、今仕事はさっぱりなのさ。クッパね、こいつ覚えてるぞ。なんか飛ぶやつだよね。2つあるんだっけ。よいしょ、からの、よっけい、飛ぶね。こいつは、うわ、めんどくせえ、めんどくせえ、めんどくせえ。うわ、ちょっと避けらんなくないですか。あ、飛んでればいいんだ。ははさあ、戻ってきましたよ。もうすごい疲れた。体力2ですね。3はちょっと叶いませんでした。難しい。よいしょ。で、どんだっけ、飛んでればいいんだっけ。ほっ、よいしょ、ふい。これをさ、なるべく続けてさ。ダメやん、くっそー。これ返せんだっけ。あ、あ、ダメダメダメ。よいしょ、 OK。 ほい。で、これさ、ドンしたら結構飛ぶ。 あんま飛ばないな。これ返せるっけ。返せるな、返せる返せる。これ続けよう。よいしょよいしょ。そうしないとちょっと無理だ。ふっ、しつこい、まだか。よいしょ、ふい。そろそろ、さあ、こえ、足早いな。どっちから来る。ほい、よいしょ。で、ほい。さあ、これで終わりだよね。
危なかった。これ体力1で戻ってきたらまたやられてたな。あ、ハートが1個？寂しくないですか、ちょっと。これ、こっち側あるんじゃないの？あるねー。お前かよ。ふわちょぶ。ふわふわ。ふわふわしながら歩いたらこんなところまで来てしまいました。ついでにパンブーも発見し、してました。どうぞ持って行ってください。イエー！月の裏でもキノピオ隊長。ほんとだよ、お前どこにでもいるな。上には何があるんですか？面白いもんだよ。やっぱりね、そういうことですよね。いいね、いいよ。これで最後だ。こんな声じゃなかったな。あれでもこのおばさんみたいなのもいるよね。てか月の国でも、え、ハンマーブロス、今回鳥じゃないんだ。よいしょ。うわ、ふわふわしてんね。ん、自力か。なるほどね。キツツキみたいに返すわけじゃないのね。いった、嘘でしょ、そんなのあり。待て待て、当たらな。よし、そんなのありか。さあ、まあそれなら狙って、待って待って待ってね、やばいぞ。周りのハンマーブロスも邪魔だな。止まった、行きましょう。 OK、 ただすぐに行きたい。危ねえ。どうだ、あそこね。よいしょ、 OK、 あと2箇所。さあ、ここからどうなる。武装しまして、待って、このハンマーブロスが怖い。来た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 、早いね。危ねえ。早くないですか、待って、これさ、ハンマーブロス一回捨てた方がいいかな。マリオの方が足速いんじゃないかな。でもこれいけるぞ。 OK、 止まった。よし、行こう。いや、爆竹か。よし、 OKOKOK で、こっちに倒れてくる。向こうか、登れってことか。よいしょよいしょ、 OK、 はいはいはい、よし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 、いける。ラスト1。あの時とね、お、びっくりした。もうハンマーブロス危ないんだよ。さあ、爆竹、やばい、当たっちゃった。待って、これさ、近づかない方がいい。今止まるっけ。止まるな。 OK、 今だ。待って、爆竹さ、追尾性あるのかい。よし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 、これで倒れる方に当たるな。からのあそこね。 OK、 結構しんどいぞこれ登るの。よいしょ、ほい、 OK、 来た。ラストかな。え、こっからのおばさん出てくるとか言わないでね。よしよしよし、さらばブルータルズ。いいね、このサムネもう一回見えたわ。来た、グランドムーン。よし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 、いや、これちょっと頑張ったな。ゲットしましょう。ルイージの格好で。いや、これはね、なかなか頑張った。最後一回負けなかったしね。決着、ラビットクレーター。え、なに、衣装が変わってる。王様帽と王様服を手に入れた。なるほどね、まあ、このあれか、クリア後の裏ボス的なのやったからか。なるほど。はい、ということで、月の裏クリアしました。決着、ラビットクレーター。いや、ここでもね、ブルータルズ立ちはだかってくるとは。いや、もう熱いね、熱い熱い。しかもちゃんとなんかこの限定のね、
衣装もゲットできたんで、一石二鳥。いや、本当にこれはテンション上がります。ありがとうございました。ということでね、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回はね、じゃあ、月のさらに裏かな行こうと思うので、お楽しみにお待ちください。それでは、お疲れ様でした。マリオも寝る。